ヌードだからをやってる人だからといってセクシーとは限らない、うんうん、ビジュアルがこの子全身カラフル、もうネオンカラフルな万華鏡自分が万華鏡そう、あでも弟子できたんだ、ね、そう弟子2人いるんだけどつだけやってもらいたいっていうか、こちらからのお願いするもあって、ランプですか最近ほらアラジン見たから、ね、3つのお願い踊り始める一つはご意見、ご意見、うん、何のご意見、これ言ったよな言ったっけ言ったろ何回ぐらい言ったって覚えてないよ500回言ってくれないご意見、そうでヌードヨガについてだったらヌードだからをやってる人だからといってセクシーとは限らない、うんさっき言ってたけど自分の体をちゃんと出していきましょうよ、自分の体っていうか自分のありのままのままエルサエルサだからそこはヨガにつながるところなんだけど、うん、そのなんか周りに、うん、こういなさいああいなさいばっかりに人ってなってるから、もっと自分をさらけ出しましょうがこれね。だからセクシーがやりたくて やったわけではないです、裸はっていう感じまあそもそもは自分の名前売るためだけどな、まあねまあちょっと目立ちたかったっていうのがある目立ってスタジオを盛り上げたかった、うん、意味なく目立ちたいっていうことでもないもんな、うん、自分がやりたいっていうそのヨガスタジオをやるとか、それによって自分のやり将来的にやりたいものを叶えるために、まあ、とりあえず脱いだ脱ぐかで脱いだ、うん、結果はまあ良かったと思うけど、うんうん、これはどんどん突き詰めていく感じなの、自分の中ではヌードヨガ、ヌードヨガもそうだしアート、うん、ヌードヨガアートはまあどんどんいろいろ取っていきたいけど、うん、まあね、日本だったら難しかったりとかあると、まあ、海外行って撮ろうかとかはいつも話には出ている、うんうん、また写真展をやるのか、うん、別の表現方法になるのか、そうなるのか、あとはまあみんなが気になる裏側とかを、写真撮影裏側とかをなんかね、うん、こう見せたりとか、俺撮ってるよぼかしいろんなところに入れながらどうしよう、顔だけぼかされたこの全部でそうそう、なんかそういうのもまあ今ほら YouTube なり、まあ、発信はしていこうかなって思っている。あでも弟子できたんだ、ね、そう弟子2人いるんだけど弟子2人いる、うん、その弟子はどういうあれでこうやる気になったんだろうね。1人はヨガ一緒ヨガの先生、もう1人普通の主婦の人が、うん、あの私の展示会来てくれた時に四十の記念に撮りたいっつって、うん、ですごい鍛え、その人はもうすごい鍛えて、うん、撮ったんだけどちょっと体の硬い主婦だったので顔はすごい可愛いんだけど、うん、世に出す出さないはモデルに託してるから、うん、一応カメラマンと私がいて、もっとちょっとねじってとか、うん、もっとこうやってとか、私ヨガのポーズ指導して、うん、で彼が撮ってるみたいな感じで、で、まあ、世に出す出さないは本人に託しちゃってるから、うん、やっぱりなんかね裸ってなるとちょっとなんかこうやっぱ所属してる何スタジオとかがあるとちょっとやっぱりそういうえみたいな、なんかそう、ね、そうやっぱそういうのがあるから、ね、そう、うん、やっぱりなんかファミリー向けに相手にね先生やってる人とかがさ脱いじゃったりとかするとさまあ私も子供のチア教えてるけどオーナーがまあ寛大な方なのであれだけど、要はちゃんとこういうものをそういうエロな目線で見なければいいだけの話なんですよね。そうということは見る側がちゃんとそういうところを鍛えなきゃダメだな。見る側の問題か。見る側の問題。見る側の問題だ。そう、見る側の問題だ。今日の意見はそこだ。見る側の問題だ。そこか。60ぐらいになってさ、こういう、なんていうの？体型が維持できるんだったら、そういうおばあちゃんになってこういう作品とかがあったら、ある意味綺麗だろうなと思うね。うん、
何歳までできるか楽しみだよね、うんうん、見る側の問題だからね見る側の、そう、見る側の、見る側の問題シワが綺麗とかそのシミが綺麗とか思えばいい、ね、お父さんなんかね怒ったねとかそう見る側お父さんも見る側の問題だけどねお父さんも見る側のお父さんもさてもう一個が我々となんかコラボレーションできますかっていう話なんですけどないなえあるよあるさっき思っただってボイトレのさ前にメディテーションとかさヨガやってあごめんそしたらもう一回 やり直したいきなり俺が否定しちゃダメだなって言ってたから歌の前にヨガいやなんか我々とコラボレーションできることってあるかね知らん知らん無理やっぱりこう、うん、声を発するとかって、うんうん、内側の筋肉をすごい使ったりとか、うん、やっぱ硬いと呼吸、うん、でもキムシも最初言ってたけどその肺に呼吸ができないととか歌歌う時そうですよそう声がちゃんと出ないとかやっぱりさ体ほぐすっていうところに関しては、うんヨガを取り入れると、うん、すごいあの体の内臓とかが内臓機能が高まるから、うん、より発声とかが良くなると思うのでコラボできますやる気は満々だ、ね、逆にじゃあ本当になんだろうな一方的にもらうだけじゃダメだと思ってるんでこっち側もちゃんとこう返してあげるものがないとコラボレーションにならないと思ってるんでそれ何があるかなでもヨガの先生やっぱ撮ればいいんだメイキングを撮影現場に行きたいだけじゃないか見る側の問題見る側の問題ママ一緒に行きましょうママもじゃあママが脱げばいいママが脱げばいいママを撮ればいいじゃないですかママを撮るそれはただママが得するのかそうするのよくわかんないいやママモザイクなくても平気かもよ肉で隠れてあそうね履いてます履いてなかなか履いてるところを取れないかもしれない履いてるのに履いてない履いてないのに履いてる前立ちまずはそんなことをベースにそんなことをベースにいきますかねあともう一個がご紹介このインタビューに誰か紹介する人言い方をいや私いますよ、うん、いとこいとこ、うんうん、いとこが、うん、ジャズシンガーと、うん、ジャズシンガーか万華鏡作家ああ万華で行こう万華で万華ですか、ま、そのねビジュアルがこの子全身カラフルもうネオンカラフルなの万華鏡自分が万華鏡そうでも自分が万華鏡人間万華鏡って言って去年ぐらいだっけ去年ぐらいからすごいブレイクしてる万華鏡界で万華鏡協会で、はい、そう狭い世界かもしれないけど、うん、万華鏡界の重鎮たちには、うん、むちゃくちゃ褒められてるその新たな新人スタッフとしてで一応楽天とかなんかで売ってるらしいんですよ、うん、万華鏡もそこそこ売れているらしいそうなんですかいや実は万華鏡好きなんですよおね、万華鏡ってこうちっちゃい穴から覗くでしょ、うん、本当あの中がめちゃくちゃ綺麗なのにあれをどうやって綺麗に撮影できないかってめちゃすごい考えたことがでもそしたらいいかもね、うんでもなんならそのミキオっていうんだけど、うん、ミキオと私で、うん、あのヌードヨガアート万華鏡の今コラボとかをちょっと覗くと私がこんななんてないこれが来るかもいや面白いじゃない、うん、そういうのとかいろいろやろうねっつってああじゃあ万華鏡ぜひ万華鏡みちおさんみきおみきおみきおさん本名はみきちゃんってみきさんみきさんなんだけど そこに おをつけてなぜかお、まあ、みきおがみきおっていうお名前万華鏡作家ネームそう、はい、で出てる賞とか取ったりしてじゃあぜひよろしくお願いします引っ張ってその際はここ借りていいですかあもうあのこっちの妹 あの娘なんで私と妹の子なんでああそうなんだなんかとなく記憶してるかな私の妹すんげえ派手な妹がいたと思うんですよ、うんうん、はいはいはいそこが2人子供いて、うん、だから1人が万華鏡作家でじゃあ万華鏡のみきおさんを、はい、みきおさんは面白いですよ面白いみきおさん自体が面白いです、うんうん、あの楽しい話をいっぱいありがとうございましたありがとうございました、はい、ママもですねぜひヌードヨガ挑戦してもらって
いつの日か。じゃあ今日からダイエットします。はい、お願いします。私はつまんないか。よっちでした。ありがとうございました。終了。ありがとうございました。